皆さんこんにちは、517です。スターフィールド、今日もプレイしていきます。前回メインミッションの小さな一歩が完了したところで終わってました。今日はその続きをプレイしていきます。まずメインミッション始める前にみんなと話してみましょうか。マッテオ・カトリ、カトリさん、調子はどうだ？すでに誰かが訪ねているかもしれないが、我々がアーティファクトのことだけで頭がいっぱいだとは思わないでくれ。君も大事だ。君はとても重要なことをやってのけた。アーティファクトをここに持ってきたんだ。私はマッテオ。職業は神学者だが、今はまあ君と同じく探検家だ。仲間に加わってくれて心強いありがとう。いや、こちらこそですよ。このアーティファクトはみんな洞窟にあったのか？二つ目はカザールで、君が見つけたのと同じように埋まっていた。でも最初の一つはずっと昔から私たちの身近にあった。倉庫の中で眠ってたんだ。やたら大きなペーパーウェイトのふりをして。想像できるか？人類史上最大の発見になるかもしれないものが埃をかぶってたんだ。そうなんだ。私が見たビジョンについてどう思う？正直言うと、この目で見たかったというのが本音だな。でないと判断のしようがない。君もバレットも見たんだろ？あ、やっぱりそうなんだ。偶然ではないと思う。何かを伝えたがっているみたいに感じたんだろ？神の啓示って言葉は使いたくないんだが、それがぴったりな気もする。何か伝えようとしてた？あ、重要なことだ。そう感じる。私も感じる。それは間違いないはずだ。全てはつながっている、経緯と理由を突き止めないと。真相を究明しよう。そのためにはもっとデータがいる、つまりアーティファクトがね。そっか、もっと増やそうとしてるんだ。なぜコンステレーションに加わった？そうだな、ある種の利益の衝突があってね。私は人類史の宗教遺物を何年も探してきたんだ。信じられないような発見をしたと思ったら、貪欲な企業に奪われてしまった。そこで取り返してやろうと思ったんだ。その途中でウォルターに出会った。なんとその企業のオーナーは彼だった。長い間話し合って、我々は似た者同士だと気づいた。そして私はコンステレーションに招かれた。笑顔で話すね。オッケー、全部聞いたっぽいね。ありがとう。気をつけるんだぞ。ウラジミールがずっと愛で暮らすようになってから、ここは静かになったわ。じゃあノエルさん、話そっか。強烈だったでしょ？アーティファクトのことだけど、ごめんなさい。あなたにとってはまだちょっと辛いことよね。ちょっとどころじゃないか、考えてみたら。私はノエル、なんかいい人そう。はじめまして。アーティファクトを届けてくれてありがとう。あ、サラは宿について何か言ってた。言ってたっけ？じゃあここに残るつもりなのね。よかった、きっと部屋を見つけられると思う。途中でささっと案内してあげる。さて、まあ図書室は見たことあるわよね。ウォルターご自慢の蔵書よ。といってもマッテオも少なからず貢献したんだけどね。そこのドアを出たら庭園よ。静かに考え事をしたいならぴったりね。少なくとも普段は本当に静かよ。上の階に行きましょう。もうこの人案内してくれるんだ。コンステレーションの創始者セバスチャン・バンクスは何十年も前にここを建てたの。当時は話題になったけど、今じゃほぼ忘れられている。なんかタスクが始まったっぽいね。ノエルについてくみた。また後でね、バスコ。ここはバー。普段はバーテンダーがいないから自分で飲んでね。もちろん節度は守って。さ、次はあの部屋よ。その部屋、あなたラッキーね。ほぼ満室だけど、ちょうど一部屋だけ空きがあるの。おー、こんなに部屋が埋まるなんて嬉しいわ。なんてタイミングがいいんでしょう。バーでお酒飲めるのかね。飲みたいね。あ、ここ？さ、ここがあなたの部屋よ。隣は休憩室だから静かなはず。反対側はマッテオの部屋だからあまり静かじゃないかも。待って、うるさいな。サラが私たちに用があるだろうから、私はそろそろ戻らないと。あんまり待たせるとまずいから。じゃあ楽しんでね。おお、タスク完了したのかな。ここ入っていいの？ここ私のお部屋、もしかしてベッドは？
寝れる。すごいよ。実質もらえた。何がある？ベッドと、あ、保管庫もあるじゃん。あと、あ、いいね。なんか、おしゃれなお部屋。ホテルみたいだね。OK。楽しみ。あ、ここがマッテオの部屋かな。あ、武器ケース。やめとこ、なんか。怖いから、誰かのかもしんないから。あ、でも、保管庫使いたくても、ここまでわざわざ来るのはめんどくさいね。一気に飛べればいいんだけど。よし。あと、あ、この人。お部屋にはご満足いただけてますでしょうか。はい、満足しました。ありがとう、バスコ。サラはこういう時のコンステレーションの運営に最適な人物だった。ブレず、無駄もなく、熱意があった。なんで過去形で話すんだろう。今は違うってことかね。ちょっと話しましょう。うん。お前を削岩機と呼んだのは失言だった。反省してくれてるの？もっとひどい名前で呼ばれたこともある。だからってそう呼んでいいわけはない。私の不満の種はむしろバレットだ。奴のおふざけのせいで計画が危うくなるのは今に始まったことじゃない。お前に当たるのは間違ってた。特に今回は奴の判断が正しかったようだしな。素敵な人じゃない。やり直そう。ウォルター・ストラウド、ストラウド・エクランドの CEO 兼コンステレーションのメンバーにして、あれこれ小言を言う立場だ。歓迎するよ。冗談も言えていい紳士じゃないか。どうぞよろしく。ちなみにロッジには宿泊施設の他に改造や研究用の設備まで豊富に揃ってるぞ。うんうん、見た見た。宇宙服のカスタマイズに、医療品の製造に、異質な物質の検査まで、うんうん、何でもござれだ。なんかいっぱいあったね。大規模プロジェクト用の工業部品の製造もできる。まあ近くの惑星から希少な資源を採取できればだが、私は自立心のある人間が好きだ。ぜひ今ある道具を活用して欲しいものを作ってくれ。うん、またタスクが始まったね。アイテムを作成または改造する。これもそのうちやれるかな。研究プロジェクトを完了する。了解了解。こんなところで CEO と会うとは思わなかった。 CEO ってなんだろう。会社とは面白いものでな。土台がしっかりしてれば自分が常にいなくても回っていくようになる。日々ストラウドエクランドの業務がうまく回ってくれるおかげで、余った時間をディープな趣味につぎ込めるんだ。ディープな。長年コンステレーションの創立者セバスチャン・バンクスの書籍に魅了されてきた。最終的に私は遠くから憧れるだけじゃなく行動を起こした。今ではロッジを我が家の一つと呼ぶようになった。結構自由人なのかな、こう見えて。コンステレーションでの役割は何だ。私か、そんなの財布以外にあるまい。お、事業は誰かが出資しなければ成り立たないし、ビジネスで成功してもそれを全校に活用できなければ大した意味はない。とてもじゃないが私にモーガンのような勇気はない。若いマッテオのような賢さもない。だが彼らのために資源を用意することはできる。そしてわかるだろう、私の投資は無駄になどなっていない。我々は大きなことを成し遂げようとしている。いいね、好きなものにお金をかけるって素晴らしいと思います。見たビジョンに何か意味はあったと思うか。ついこの間までならそうだな、ただの幻覚として片付けてたかもしれない。だが今となってはどうだろうな。そういう病歴があったりはしないだろうな。ないない、あのようなものは生まれて初めて見た。ああそうだろうな。バレットも似たようなことを言っていた。独特な表現だったがね。私は科学者ではないから、この件はバレットやノエルに任せた方が良さそうだ。だが何か異常なことが起きているのは間違いない。誰だってわかる。正直こんなに血が騒ぐのは本当に久しぶりだ。ノエルが近く来たね。ストラウド・エクランドとはどんな会社だ。ウォルターの会社？一番有名なのは造船だ。
金に糸目をつけず最高の品質を求め、なおかつ懐に余裕のある連中がストラウド・エクランドを選ぶんだ。残念ながら成功は負の側面ももたらす。ストラウド・エクランドのモジュールをあまり評判の良くない船で見かけることがある。欲しがるやつが多いんだ、ろくでなしどもめ。その方面で力になれるとコロニー連合の説得を試みたが、奴らはダイモス・スター・ヤードとべったりだ。昔の栄光が忘れられないんだ、あの船乗りどもは。ちょっとお怒りですね。オッありがとう。それではな。うん、それではね。これで全員かな。あとバスコにも話してみようか。お部屋にはご満足いただけてますでしょうか。はい、とっても満足しました。船長、コンステレーションのメンバーになられた今、私はあなたにお使いします。追加のプロトコルは不要です。また無人の宇宙に出る可能性を踏まえ、拠点開発を検討するのも有益かと思います。フィールドワーク用の基地が必要になることもありえますから。またタスクだ。任意の惑星で拠点を作る。作りたい。いや、ちょっとワクワクする。あ、うちのクルーになるのはどうだろう。バスコなってくれる？船長、持ち場へ移動します。え、何、これ何？クルーの管理も大切な仕事です。彼らの働きぶりを評価し、船や拠点での持ち場を入れ替えてみよう。おー、船や拠点の性能を高めるスキルはクルーによって異なります。だって。バスコの配置をフロンティアに変更しますか？変更します。おー、これで配置できたのかな。うん、できたっぽいね。なにこれは。船、現在の拠点、拠点、あ、拠点とかにも配置ができるのかな。これで常に一緒に戦えるのかな。いやー、楽しい。そしたらこれだね。オールドネイバーフット話してみましょう。何かあった？それで仕事に取り掛かれる？それともまだ聞きたいことがある？準備はできた。昔ながらの調査を始めましょう。うんうん。アーティファクトは岩盤から取り出せば比較的おとなしくなる。つまりアーティファクトと知られずに人々の間に渡ってるかも。各地の知人に妙な金属の物体を見つけたら教えてもらうようにしてるの。ほとんどの情報は無駄だけど、UC ヴァンガードからの情報は価値がある。UC ヴァンガード？コロニー連合領域の辺境警備を支援する義勇軍ね。いつも新兵を探してるわ。たくさんの退役軍人や鋭いプロに混じって、船のレーザーキャノンが取れかかってるような素人やら、いろんなのがいる。採用事務所にも知り合いがいるから、志願者について情報が入ってくるの。聞き込み調査は思ったようにいかないものだ。経験があるの？あるの？名言ね。互いに警戒してれば大丈夫よ。それだけじゃない。この機会にあなたに対処できる力があるかどうかを見たいの。私たちのことも知ってほしいし、今回は私が同行する。アーティファクトを見つけるか、今回の情報が無駄だったと分かるまで一緒に旅しましょう。え、嬉しいね。え、続けるとサラが仲間として固定されます。あ、そしたらバスコは外れちゃうのかな。え、一緒に行ってほしいよね。分かった。アーティファクトを手に入れるまで一緒だ。まずはマストへ向かいましょう。うん。ヴァンガードの採用事務所に知り合いがいるわ。それからあなたの経歴や行動様式は問わない。UC 警備隊をここに出動させなければね。コンステレーションのメンバーは各自の判断で動く。わかった？わかった。できるかな？よし。それじゃあ一緒にニューアトランティスをちょっと見に行きましょう。うん。やった。サラ・モーガンがクルーになった。クルーになったって。オッケー。サラの知り合いと話す。行ってみようか。こっち見たい。お外かな？あ、サラがいる。こんにちは、船長。バスコもいんの？もうみんなで行けるの超嬉しい。とりあえずこっちみたいだね。行ってみよう。あ、来てる来てる。いい一日を。あ、あそこだね。ん？あ、この人だ。サラ、ジョン・トゥアラ司令官。よく来てくれたな。
ちらは友達か？コンステレーションの新人候補、一緒に聞き込み調査をやろうかと思って。ああ、また新人探検家か。なあ君、ヴァンガードに参加したくないか。コロニー連合を支援してクレジットを稼ぎ、 UC の市民権も得られるぞ。え、参加したいけど一旦後にしてくれ。まずはコンステレーションの話だ。わかったわかった一応誘っておかないとな。ちゃんと興味あるからね。私はサラの再入隊だってまだ諦めていないんだ。こういう遊びなの。彼が誘い私が断る。こんな情報があるんだ。モアラという名のヴァンガードの志願兵がいる。任務はオールドネイバーフッドのパトロールだ。太陽、火星、それに海王星。太陽系？そんな任務なんてどの提督を怒らせたの？あいつは火星生まれの火星育ちなんだ。火星？他の誰も気にはしないけどな。このモアラが金属製の珍しい装飾品を周りに見せびらかしているという噂だ。サラの説明と一致すると思ってな。そのモアラとは何者だ？もうかなりの古参兵だ。隊員番号が81とか。ああ、兵士なんだ。待って、太陽系の何が悪い？知らないのか。配属希望者は艦隊で一番少ない。太陽系で UC が気にしているのは火星だけだ。誰も行きたがらないよ。出て行きたい奴はいてもな。そうなんだ。パトロールをしているならその品を危険にさらしている。なんだっていや、まさか。太陽系は棺桶のように静かだ。平気だよ。つまり問題なしってわけにはいかないか。あ、そうなの。君たちなら問題ないだろう。太陽系にはたくさんの惑星があるが、モアラほどの子さんなら定期的にシドニアに出向くだろう。つまりバーに顔を出してるってことね。何？パトロールの合間のリフレッシュは悪いことじゃない。モアラはその装飾をどこで見つけたのか言ったか？本人に聞いてくれ。あ、はい。だがヴァンガードはスクラップの回収権を認められている。海賊から手に入れたとしても別に驚くことじゃない。そうなんだ。シドニアについて何か知ってることは？ああ、塗り絵を持っていくといい。赤ばかり見ることになるから青や緑がどんな色か忘れてしまう面白いこと言うじゃない。宇宙船のバーか、故郷のようだ。そういう生き方もあるな。星に導かれ宇宙でヘリウムを燃やす。ちなみに勧誘の件は本気だからな。その気になったら話しかけてくれ。UC と仲良くして損はないぞ。うん、仲良くする。シドニアでモアラについて聞く。おう、あ、ヴァンガードへ加入する件についてトゥアラ司令官と話す。これは後でやろう。OK、場所は、うん、この下、あ、下だね。行けるのかな。お、あー、なるほどね。電車で移動だ。行きましょう。乗るよ。宇宙港、宇宙港でいいのかな。行きましょう。私はあらゆる宇宙船で友人星系の大部分を飛び回ってきたけど、ナットでは未だに体調を崩すのいいね、こうやってサラが話しかけてくれるんだ。暗いな。私あの像が大好きなの。どれどれ。綺麗でしょ。これかな。作者は何を表現しようとしたのかしら。何を表現しようとしたんだろう。何何？ベクテラ、ベクテラ、ベクテラ！何？信じられません！あなたですか？本当に本物ですか？熱心なファン。フロンティアの船長、紅の艦隊の天敵、コンステレーションの一等星。この熱心なファンってなんか自分の特徴で決めたやつだよね。熱心なファンにプレゼントもらったりするけどみたいな。紅の艦隊の天敵？ああ、謙遜しないで。 SSML はその話題で持ちきりですよ紅の艦隊を潰した一匹狼の採掘者、
コンステレーションのメンバーを救い、そして100万人、いや100億人の心を盗んでいった人そのあなたがここに立っているんだ。すぐ隣に本当にあのあなたですよね。なんか嬉しいわ。私だ。ならば今日は真に祝福された日です。だって一瞬あなたが本物かまたも幻影なのか判別がつかなかったんですから。そんなに有名なの？まさか本物だったなんて、なんという奇跡。それなのに私はもう少しでコーヒーを飲みに行くところだった。ちょっといいな。一日だけ日課を変えたらあなたが現れた。まるで運命だったかのように。すごいな、日課を変えた。そうなんです。普段の私はコーヒーを4杯飲んでチャンクスを頬張りながら1日を始めます。めちゃめちゃコーヒー飲むじゃん。でもあなたのお話に感銘を受けてから考え直したんだ。勇猛果敢なベクテラの英雄ならどうするかと。そこで代わりにジョギングに出かけたんです。私はただひたすらに走った。まるで北極星のように彼方にあなたの姿を思い描きながらあなたが本物だったと悟った時の驚きときたら、これこそ北極星の光に導かれた運命に違いない。よかったね。同感だ。これは明らかに運命だ。でしょ。運命に抗っても別にいいけど、勝てはしないでしょ。でも正直に言えば、あなたならどんな相手でも倒せますよ。たとえ理論上の概念だったとしても。ただこの場合そんな必要があるのかな。どっちにしろお会いできてこの上なく光栄です。そうだね。あのついてってもいいですか。相棒が欲しかったりしません？何をおっしゃいますやら。あなたはヒーローなんだ。もちろんですとも。ちょっと待って、何も言ってない。何も言ってないんだけど。あ、クルーに熱心なファン。何これ、私の相棒になりたいならコスチュームがいるだろう。一理ありますね。今すぐ準備を始めなきゃ。まずは縫い物を習わないと。今から？それまでは見習いの相棒ということで。あなたの足元にひざまずく作法を習える学校はありますかね？もしないなら自分作りますから。すんごい熱心なファンだわ。いいよ、クルーに任命、船にようこそ。後悔はさせませんよ。面白い。あ、これ何人乗れるんだろう。熱心なファンをフロンティアに割り当てていいかな。割り当てました。面白い。私は前に考えてついてくるのかな。とりあえず行こうか。どこ行くんだっけ。こっちでいいのか。全力済みに陥っていた。船のとこ来たのか。そっかそっか、こっから出発ね。またなんかタスクがあの人から。オッケー、乗りましょうか。船に、船の走行を確認する。何？あ、なんかいろんなタスク。今のタスクはこのままか。やったー、人増えた。一つ残さず吸い込まないと。いいよ、好きに座って。輝かしい経歴を持つコンステレーションのメンバーを語り継ぎたいと思ってましてね。まあこれはあなたの名前をデータスレートに5時間繰り返し吹き込んだだけのものですが。OK、 じゃあちょっと行きましょうかね。出発。